今回の怪談解釈は僕がまあ聞いたというかある種体験もしたんですけれども、そんな話の中でも非常に奇妙なお話でございます。でこの怪談はですね、どちらかというと解釈の部分の方が大事になってくるお話なんじゃないかなというふうに思うので、ぜひね怪談的な部分だけではなくて最後まで聞いていってください。この世の中で特に日本で悪いとされているものの何が本質的に悪いのかというところをお伝えできればなと思います。神社に降り注いだ呪い。皆さんの地元、まあ、最寄り駅の近くにも必ず一つは神社ってあるんじゃないでしょうか。まあ、基本的にはね、近所に一つはちっちゃいお蔵でもいいんであるようにはなってるはずなんですよ。で、大きければ大きいほどやっぱりそこを維持するお金っていうのはかかるわけですよね。そうなんですよ。神社っていうのは実は基本的にはお金儲けが大事なんですよ。神社も儲かんないとその場所を存続できないので、なのである程度ね、まあ、お賽銭だったりとかいろいろなやり方で商いをしていかなければいけないという側面は必ず存在しているんですよね。なんで神社もお金儲けをしているというのはこれは否定できないところではあると思います。ただそれが大なり小なりっていうのはあると思いますけどね。基本的にはインターネットで何か売るとかいう商売でもないし、オンラインサービスがある商売でもないですよね。なので人がね参拝に来てくれた時に落としていってくれるお金で成り立っているのが神社という場所なんですよ。で、この神社業界にもですね、大変大きな衝撃が走った出来事がありました。それがコロナですね。このコロナの騒動が起きたことによってみんな自粛、不要不急はやめようということで外に出なくなった、つまりですね、サービス業みたいなものっていうのは窮地に追い込まれていったわけですよ。何の保証もしてもらえるわけではないので、お金が入ってこないってなると潰れざるを得ない、こういう動きっていうのがそこかしこで起こったんですが、神社もその被害を受けたうちの一つだったんです。全然飲食店とかと違ってニュースとかで取り沙汰されないんですけれども、東京都だったら山手線の ね内側だったり、まあ、山手線の駅の最寄りにあるようなかなり有名な神社さんとかでもポツポツと潰れちゃったりしました。廃神社になってしまったりとかね、また全く別の建物になっちゃったりとか、とにかく神社が潰れるという事象がこのコロナ禍で結構起きたんですよ。でも全然報道されてないですよね。ある東京都内にある神社に僕はコロナ前よく行っていたんです。これはですね、吉本のまあ営業圏内、劇場があったりとかする、まあ、その県内にある神社なんですけれども、ここにですねよく手を合わせに行っていたんですよ。でそこはすごく大きい神社というわけではないんです。まあ、祠とまでは言わないけれども、そんなに大きな規模じゃない、なんだったら下町とかにひっそりとあるような規模感の神社とかっていうのがポツンとあるような雰囲気なので、でおそらくほとんどの方がその神社に行ってもうわーすごいとか綺麗とかすごい荘厳な感じっていうふうなことが感じられるわけではないと思います。ところが、まあ、僕はなんでそこにじゃあ通ってたのかというと、ここ程よくパワーがあるなっていうふうに思ったんです。僕の神社的な解釈なんですけれども、あまりにも人が訪れているところっていうのは人のね欲求だったりとか憎悪みたいなものがあふれかえってしまっていて、悪いエネルギーみたいなものもかなり強く残っているというふうに僕自身は考えているんですよ。だから縁結び縁切り神社なんていうのは僕は絶対に行かないですし、まあそういった目線から見てもあんまり人が訪れてないけれども神様の状態がいいなっていう神社、まあ、こういうところに行くようにしてて、めぼしいのが一つあったんですよ。なので、あ、じゃあここにこの駅に来た時は通うようにしようというふうに思って、まあ、暇があると言ってたんですよね。ところがやっぱりコロナになって行かなくなったわけですよ。でどうなってんのかななんてちょっと心配しつつ、でもまあ仕事でね外に出れないってなるとわざわざ神社のためだけに出かけるっていうのもあんまりしないしなと思っちゃって足が遠のいちゃったんですよ。少し落ち着いてきて、まあ、吉本本社には行けるねとか、まあお客さんは入れないけど芸人だけでライブできるねみたいな、客席に出番じゃない芸人がいてみたいな、そういう特殊なことをやっていた時期があったんですけれども、そういう時期の時に、あ、そういえばあの神社さん行こうっていうふうに思ったら、まあくたびれた感じになってるんですよね。
いつにも増して参拝客っていうのももちろん来ないし、お守りだったりとかそういうので人が訪れなくなっているという神社、これやばいんじゃないかなっていう状態に陥っていたんですよ。でそれも寂しいじゃないですか。自分が手を合わせてた神社がなくなるのは嫌だから、この辺に来た時はまた足げく通うようにしようと思って手を合わせに行ったんですね。でそれから何度も行って、でそこからなんだろうな、第何波みたいのはあったんだけど、ここでまた行動規制ですとか仕事を減らしますみたいなことは起きなくなっていったんですよ。緩やかにちょっとずつ回復するみたいな雰囲気はあったんで、よかったよかったっていう感じだったんですよね。そしたらですよ、その神社ね、大繁盛し始めたんですよ。すっごいたくさんの参拝客、いろんな人たちが訪れるようになった。その当時はまだみんな街中マスクしてたんで、まあ、マスクみんなつけた状態なのにめちゃ密ですよ。ぎゅうぎゅうになりながら何しに来てんだろうと思ったら、お守り買いに来てたんですよね。すっごいたくさんの人たちが訪れていたんです。でおー、なんか大人気になってよかったけど、まあ、そもそも僕は最初言った通り、あまりにも人が訪れる神社っていうのはそんなに好まない方なので、なんかちょっと雰囲気違ってきちゃったなーっていうふうに思ったんですね。ちょっと別の神社に参拝するように変えようかななんていうふうに思って、また足が遠のいちゃったんですよ。でどこに行こうかななんて探してる最中に、なかなかねベストオブ神社が見つかんないんですよ、自分の中の。やっぱあそこの神社ちょうどよかったなと思って、近くの駅でね仕事があった時に行ったんです。またそしたら潰れてたんですよ。さっき言ったあんまり儲かんなくなっちゃってなくなってしまった神社の一つになってしまっていたんですよね。でね、おかしいんですよ。例えばなんですけど、さっき言った通り商いなのであまりにも儲かんないと潰れてしまったりすることもある。これはコロナショックで潰れるんだったらわかる。でも先ほど言った通り大繁盛していたはずなんですよ。少し気になってしまったんで、一体なぜ潰れたんだろうっていうのを調べていった結果、風評被害に遭い、そして潰れたということが分かったんですよ。でその風評被害とは何だっていうことだったんですけれども、そもそもなぜまだコロナ禍中マスクをみんながしている時に大繁盛したのか、これがですね、コロナよけのお守りっていうのを出していたそうなんですよ。これを持っていればこの流行り病にかかることありませんよ、みんな大丈夫ですよってお守りを出していたそうで、みんな藁にもすがる思いで、まあ、自分だったり家族だったりとか恋人だったりっていうのがかかんないために行っていて、みんなそのお守りを買いに行ったそうなんですよね。ところが当たり前なんですけれども、お守りでかかんなかったらこんな素晴らしい特効薬ないじゃないですか。なのでせっかくこのお守りを買ったにもかかわらず、私は発病したぞと、でなんだったら親がそのコロナで死んじゃったぞとかっていう人が現れて風評被害に遭い、嘘つき嘘つきということで神社は潰れてしまったというふうなことだったそうなんですよ。その恨みつらみがあったからなのか、神社の跡地は人の怨念がものすごくどんより沈み込むように漂ってました。でね、ここで僕が言いたいのは、お金を儲けることが悪いのかということなんですよ。そういうことを言いたいわけではないんです。お金を儲けている人で素敵な人、素晴らしい人、たくさん僕も知人にいます。素晴らしい人とのつながりっていうのも生まれてるし、まあ、成功者がみんながみんな嫌なやつっていうわけでは全然ないです。お金を儲けるという行為そのものは素晴らしいことだと思っています。しかしですね、たまに別の動画でも言ってるんですけれども、日本という国はあまりにも人を騙して足元見るような商売の仕方っていうのに走る傾向にある。なんだったらそういうやり方じゃないと成功しない傾向にある。ただそういうやり方をすると確実にしっぺ返しが来るというのが神社ですら起こる、神の加護を受けているだろう場所でも起こるのだということ、この事実を知っておくだけで、目の前に甘い蜜がドーンと用意されたとしてもそっちに走っていかないようにできるのではないかというふうに僕自身は思うのですね。なのでもうお金儲けたから良くないんだっていうあまりにも短絡的な考え方にならず、どういう道を歩むと神に見放されないのかということを考えていかなきゃいけないなというふうに、この呪われた神社を見て僕は痛感しました。